ナップとの対戦。小林、ライトはアキーノ、インサイド、ここはインサイドをズバッといきました。147キロ、高めに浮いていたんですけども、まあ、この丸に対してはそうですね、もう丸選手に対しては厳しいところ全部いきましたね。でしたね。これまた見るとね、このまっすぐの質も良さそうですね。初球からバットはバット回っています。言いますと通算で22打数の7安打ということで、まあ、3割を超える数字、通算では枠に対して坂本残してはいるんですが、ただこれも、ここはアウトコース、見逃しの三振。ここは涌井が勝りました。最後は5球目、自由視点映像でもこの角度からご覧いただきます。今日ヒットの梶谷1番に戻るというこの回の攻撃になります。受けたという表現でいいわけですもんね。よく粘ったと思います ね、苦しみの後まだピンチ続いてましたからね。そうですね。ここはピッチャーゴロ、打球をしっかりと見て落ち着いて、ドラゴンズが開幕戦は勝利、今日ドラゴンズ勝てばこの開幕カード実力至上主義としてスタートした、そして若い力をしっかりと融合させながら新しい日の出るような痛烈な当たりをセンターに弾き返していきまして、1点を先制という、先ほどさあ2アウトながら得点圏にランナーを置いて2番の吉川、この当たりはセカンド正面でした、ライナー、ランナーを出しましたがその後続抑えたという涌井でした。2回まで終わっています。あれはこうグリフィンもしっかりと投げ切れているからってことなんですか。まあただね、こう左対左のケースであのインサイドに投げ切れない左ピッチャーという、2回り目涌井はジャイアンツのクリーンアップとの対戦。まずは3番の丸、この後4番の岡本、影響タイムリー出始めだった頃だと思いますけどね。あ、そうですか、はい、でこの東京ドームで言った一発です。これはレフトは追いかけていって、最後はファウルグラウンド上でした。パウルは序盤の涌井のピッチングの印象を話しています、大久保コーチです。ここはスイングを取りました。でちょっとこう中寄りでしたかね、まあ、要求よりも、ね、少し引っかかって対応、この辺りが自分の中で一つ課題と話していた中田ですが、ここは空振りの三振です。自分がまだ追い込まれた時にどう対応するか、この辺りはもっと突き詰めていきたいと、そう話していました。ただ昨日はあのカットして粘って粘ってフォアボールという中田の打席もありましたし、まあ、その辺りが、ね、一番こう状態が良くない時と違うところじゃないですかね。なるほど。開幕先発出場、ショートのポジションを任されている坂本、なってくると少し力が入ってきたりもするので、そういう風に悪循環があるわけですか。ここは空振りの三振という結果になりました。今シーズンこの回は7番の大城、この後ブリンソン、さらには先発ピッチャーグリフィンとも上がっていくライオンズ、マリーンズ、そしてイーグルス、3球団で最多勝を取っていました。とかこの球場がやはり自分が投げやすいとかというのをあまり考えていないということだそうで、あ、ここもズバッといきました。でもあまりそういう環境に左右されないタイプなんじゃないですかね。こう、そうですけども、あとは、まあ、若い選手見てますからね、はい、この涌井選手の取り組みなんかもね、非常に参考になるところあると思いますし、立場として期待されているのかどうかは分からないですけどもと本人は言っていますが、教えるというよりも自分のその姿を見て何かを学んだり何かを取り入れてみるのはそう話していました。やっぱり一緒に、ね、過ごしてみないと分からない部分ってありますから、ただこうね、テレビで見ててが大事なんですよね。だからそれを若い選手が見れるというのは大きな財産だと思いますね。そういう意味ではそういう立場で居続けることは確かに自分の役目かなと、そんなことも話していた涌井です、ね、はい、またあとは何といっても
チームの雰囲気を変えられますよね、やっぱり入ったことそうですね。松田に関してもこうチームを明るくするというだけではなくて、振り切った打球スリーボールワンストライクからセンター中手に入ります。出してましたから、あとはまあなんとか早い段階で1本出したいところですよね。そうですね、このあたりもその出番を伺っているでしょう。吉川は最後はレフトに出てきました。レフトのポジションを争っていくということになるのか。今日は開幕からポジションを1つ落として8番にブリンソンという選手。あ、いや丸のあたり高く上がって、ここはもう一伸びありません。マクイが5回まで投げ切りました。打球はどうか。バックしてちょっとバットの先だったでしょうか。思いますね。そうですか。坂本の打球はカリステ。ここは観戦に来ているという中で見事なピッチングを披露し、このままでいけば来日最終の場面でドラマは待っていたわけですからね。まあですから、まあ、そこをどう超えていくかですよね。松波監督も何かを変えなければこの先はないんだと、だから結果を出さなければいけないと、そう話していた新しいシーズンです。中山バッター振り切りました。打球は高く上がりましたがライトほぼ定位置、ツーアウトです。梶谷逆方向、最後はフェンスの手前、ウォーニングゾーンのところでレフトライトということになりました。